ひょっとしてかもしれないという意味を持つともすれば、この番組はタイトルの通り、開けてみるまでどうなるかわからない、成り行きに身を任せたフリーダムなトーク番組です。続きまして、私久住潮から高柳智恵ちゃんに聞いてみたい一問一答をやっていきます。あー、イエーイ、嬉しい。バイ。はい、では早速いきますね。はい、電車での過ごし方は何ですか？電車での過ごし方、うわースマホ見ちゃう。本当、本音は本、あ、本音じゃないや、建前としては本読みたいです。はい、続きまして2問、今一番鍛えたい部位はどこですか？今一番鍛えたい部位か、うわー、これ腹筋腹筋割りたい。あ、わかりました。はい、続きまして3番、パーソナルカラー予想でも。パーソナルカラー出た、わかんないやつだ。わかんない、予想、完全に予想です。完全に予想を、なんだっけ、ブルーペ夏が1で、セカンドがイエベ春だと思ってます。おー、あ、多分私も全く一緒な気がする。本当予想合ってる。そんな気がします。やりたい。はい、続いて、第4問、もし宝くじが当たったら。うわ、宝くじが当たったら、え、夢広がるやつだ。夢広がる。どうしよう、どうしよう。え、半分貯金現実的に半分貯金、半分使って、なんかめちゃくちゃ旅行したい。あ、いいね。じゃあよし、次5問、ライブの時のマイクの握り方、出る方です。出る時のマイクの握り方、聞きたくて。うわー、私はなんかそうですね、なんて言ったらいいんだろうな、結構こう、あの、顎に親指を当てるスタイルです。当てるんだ。なるほど。離れないようになるべくマイクキープするために、結構こうしてる。ありがとうございます。す、私は。学ばせていただきます。いやいやいや。続いて、キス石尾の第一印象は。うわ、もうだって7年前。やばい。7年前。でも、とにかく、もう、キラキラしてて、なんか、お育ちが良さそうと思った覚えがある。品が溢れてました。今も変わらずですけど。続きまして、お姉さんタイプ、妹タイプ、真ん中は、これは完全にお姉さんタイプです。あ、分かるかもしれない。お姉さんタイプだと思う。確かにな。自分の前世は何だと思う？予想でもなくても、自分の前世、逆にこれでもこの人がいいなみたいな。この人がいいな、家康がいいなみたいな。自分の前世、これは、カピバラであってほしい。でもともちゃん小動物感あるもんね。可愛いんだよな。続いて、9、好きな映画は、好きな映画、うわうわごめん、いっぱいある、いっぱいあるけど、私の映画の原点はスターウォーズ。あスターウォーズです。いいですね。最後、好きなダンスのステップとか振り付けってありますか？めちゃくちゃむずい。めちゃくちゃむずいやん。あの、ね、私は個人的に、あの、当時めちゃ上手。めちゃ待って、めちゃ帰ってきてる。あの、その7年前に出会った時に、私が、あと個人的にともちゃんのダンスの中で好きなリズムの乗り方があって、もしよろしければそれを生で見たいですまで書いてある。何それ、全然覚えてないんだけど。ちょっと無茶ぶりすぎるから。どれ、立っても大丈夫ですか？どんなやつ？あれ、めっちゃ簡単なやつなんですけど、これ、なんかね、こういうのがあったの。こういうの。あだって、それを私、ともちゃんのそのリズムの取り方だけすごい鮮明に覚えてて、かわいい。この子、かわいい。すごいね。え、嬉しい。そんな、そんな印象的な。え、そんな、やるかな。映ってます？え、多分だから、こういうやつだよね。そういうやつ。こういうことやることあったっけ？かわいい。これです。ありがとうございます。ごめんね、めちゃめちゃ。嬉しい。それがね、好きよ。嬉しいです。そうです。ごめんなさい、もう質問じゃなくて。めちゃくちゃ新しい。新しかった。そう。はい、ありがとう。なんかいっぱい考えてきてくれたんだよね。あ、そうなの。ちょっとね、ただのオタクになっちゃいました。嬉しいです。なんか10問って書いてあったけど、予備も一応入れるもの。めちゃくちゃある。待って、何個だ？
10、11、12、13、14、15、16、17、18、20個あります。これは数えてなかったんですけど、前考えてくれた、ありがとうございます。振り返っていくんだっけ、うん、振り返っていこう。そう、電車の過ごし方は、うん、なんか学生時代は結構本読んでたの。あ、偉い。スマホ自体見ちゃうよね。見ちゃう、そうなんですよ。本当になんかパズルゲームとか無限にやってる。わかるな、はめていっちゃう。そうなんだよね。でも本当はそういう時間こそ読書に当てて、なんかいろんなインプットをしたいなって思ってるけど、でもあとはそれこそ私も移動中ラジオを聞くこと多いから、そう、なんかラジオはどっちかっていうと、でも歩いてる時に聞きがちかも。そうなんだ、歩いてる時なんだね。あ、私もやってみよう。してます。はい、続いて今一番鍛えたい部位。あ、これがね、そう、腹筋割りたいって私去年も言ってたんですけど、そうなんだ、割れてません。割れてなくて、今年も割れる気はしないんだけど、いや、分かるよ、割りたい。そう、願望で行くんだったら割りたい。縦にさ、縦に入れたくない？縦に入れたいの。真ん中の縦にさ、そう、スッスッて、さってね、スッてしたいよね。わかる。メリハリボディになりたい。そう、メリハリボディになりたいのよ。あとは二の腕鍛えたい。二の腕ね。二の腕痩せないな。二の腕な。二の腕ね。どしたら鍛わるんだろう。二の腕って日常で使わないじゃん。あんまり。確かに。だから本当ね、鍛えるのが難しくて。なんか声優さん左手だけさ、ムキムキに。あ、ならないけどなりそうだよね。確かに。確かに、ね、そうだね。でも逆にライブの時とか、うん、左手でマイク持つことが多いから、うん、でもマイクって意外と重いから、うん、確かに、なんかそれでこっち鍛わる説と、右ばっかり振り付けがあるから右が鍛わる説とあるよね。あ、じゃあ意外とバラすのかな。確かに、ちょっと頑張ろう。ある、鍛えたい。続いて、パーソナルカラー予想。予想、完全予想です。あの全く診断行ったことないんで。私もない。そう、でも考えるよね、やっぱり。考える。なんか我々その衣装をね、自分で用意したりする機会も多い中で、うん、ちょっとでもこう自分がよく見えるようにって考えた時に、ちょっと参考にしてみたいなっていう気持ちはやっぱあって。わかりやすい。だから私なんか色ってよりもサイド高め、サイド高め、蛍光ではないか。なんかそう、でも割と色味がくっきりはっきりした色が上にある方が、うん、あ、でも好みの問題なんだけど、私はその方が、そういう着てる時の自分の方が明るい気がして、うんうんうん、あー、なるほど。でもあるよね、そういうのって自分のね。そうなの、だから割と色味ある系の服着がちです、うん、なんかアースカラーみたいなより顔。あ、でも私も結構サイド好きです。あ、いいよね。サイド大事だよね。高めていきましょう。そう、高めていきたい。続いて、ライブの時のマイクの握り方。え、これ逆に、これはね、うん、どうしてるの最近。この間は、うん、あの小指立て。あ、小指立ては、小指立て、あのマイクが、うん、ちょっとこれでやっちゃうね、うんうん、これがマイクだとしたら、うん、この私は結構このキープできなくてこうなっちゃうから、そのまっすぐにできないから、このここで支えてこうした。あ、見た、そのタイプの人いるよね。そう、でも結構小指がね、小指なんかね、ここを押し付けられるの。小指ってなるからこっちにしたいなと思ってて、でもともちゃんのこの顎にこうつけるのやってみます。いや、なんか私は小指これやるの、なんか小指の力なさすぎるのと、小指が多分あんま長くないからか、なんかできなくて。あ、そうなんだ。なんか苦しくって、うん、なんかあんまりしっくりこなくて、でもやっぱマイクがそうずれちゃうのが気になった時に、こうやって顎につけると距離保てるよって聞いて、すごい。なんか慣れてたらこの距離を保ちながら、でも親指がこっちにある方がこの握りは安定するんだろうなって思いつつ、ちょっとまだね。でもマイクの形による、ここの距離長いやつもあるんで。そっか、そうなのか。親指届かなくて。そっか、なるほど。そう、そう。でもなんかそれこそ小指のこれと多分似てて、こうすることでここがね、うん、軸になって、確かに、こうね、そのマイクにこう芯に当たるようにしないと、ね、音がちゃんと入らないとかがあって、私もまだ研究中。あ、そうなんですね。いや、学ばせていただきました。ありがとう、やってみます。ねそうか。続いて、キス石尾の第一印象は。いやー、もうね、でもね、見てもらえたら分かると思うんですけど、もう本当にでも変わんないよね。あ、変わんないの、よく変わんないねって言われて。変わんない、いつ会ってもてか、だからそういう意味では昔から結構大人っぽかったかも、うん、あ、でもね、言われてた、すごい大人っぽく
言われること多かった。そうだよね、うん、大人っぽくて今も変わらないっていうなんかだからどんどんその感じの印象に年齢が追いついてくるタイプなのかな。私もそういうタイプって言われがちで。でもね、ともちゃんも大人っぽく見えてた。うん、そうだよね、うん、なんかそう、私も昔からこのままずっとこのままっぽいよねって言われるタイプ。ねえ、そう、お互いそういうタイプな気がする。確かに、こっからだ、こっからだ、こっからいい女に、こっから人生のピークやってきます。はい、続いて自分の前世は何だと思う？カピバラ。これなんだろうね、カピバラ。カピバラがいつ頃からいる生き物なのか知らないんですけど、なんかシンプルに好き。なんかあの、うん、ちょっと気が抜けてて、うん、温泉でタラリってしてる感じがすごい好きで、かわいい。なんかああいう穏やかな前世を送っていてほしい。前世の私。なんかともちゃんのさ、うん、なんだろう、全体的に小動物感あるから、うん、本当？なんでかな、なんだろう、目がまんまるクリクリだからかな、わかんない。顔立ちも小動物系。そう、小動物系な気がする。可愛いから、嬉しい、ね、舐められた。好きな映画は？スターウォーズが好きなんだ。キッチーの影響かな。そうなんだ。スターウォーズ好きで、うん、小さい時からなんかこう見てきた。あー、いいな。で、なんかいろんなね、結構いろんな映画、うん、その国内の邦画も見るし、うん、洋画とかアジア映画とか結構幅広く見るから、うん、なんかジャンルごとに好きなものはあるんだけど、なんか自分が映画好きになったきっかけというか、うん、はスターウォーズ。スターウォーズ。てか小さい頃自然と見てたのがそれか。あー、そうなんだ。じゃあこれから外画の吹き替えとかやりたいね。あー、私も憧れる。頑張ります。頑張ります。で、青春、青春だよね。あー、いい、ガールズバンド。センス、キンキー。